なんだ、何回も何回も。ここに硬いかな。ああ、お腹でやってますね。お腹、はい。それでこう取っちゃってもいいんですが、今日はこう取ってみましょう。取って取れるんですか。簡単だね。うん、なるとね、なんかできないんだよね。はい。普通の魚とおろしはまた違うんですよ。焼いた方がいいですね。だからちょっと叩きみたいにこう。カツオだけですよね。このあの皮の取り方って他の魚は全部あれですね。これも硬い魚は。みんな。レイね。おしゃれじゃん。
これはそれはあれあったらいいかなと思って、はい、じゃあせっかくありますかけちゃうでしょ、なんか活に合うのかな、マグロと違ってた、うん、活が上手で、うん、よくあの中筋糖じゃなくて、うん、中筋糖の料理で魚にレモンジュースかけるんですよ、うん、ああ変わらないからレモンね、うん、ですよね、うん、オリーブオイル、うんうんうん、ここなんでもオリーブね、今オリーブはだいぶ、うん、この注目が浮いてるみたいで、うん、これも食べられるってことですね、食べられますよ、あれね、そうですよ、いやそうじゃない、皮の部分と思ったね、だから食べられる、